ヤマト運輸が一部の業務を他社に移管することに伴って大規模なリストラをする見込みであることから、従業員らが契約の継続を求めました。1月30日になったら切られてしまう、そんな思いでずっと仕事もろくに手につかなくなるような気持ちで毎日働いていました。ヤマト運輸は小型荷物、ネコポスなどの業務を日本郵便に移管すると発表しています。これに伴いヤマト運輸は配達業務をする個人事業主や仕分け作業を担うパート社員について2024年度末までに契約を終了する方針で、対象は3万人以上になる見込みです。会見を開いたパート社員らは不信感でいっぱい、納得できないなどとして契約の継続を訴えています。